エルンスト・オットーベックマン・エルンスト・オットーベックマンは、ドイツの科学者。ヘルマン・コルベの下で科学を学んだ後、コルベの後任者であったヨハネス・ヴィスリケヌスの助手となった。その後、ライプツィヒ大学、ギーセン大学、エアランゲン大学、ベルリン大学の教授を歴任した。また、ベルリン大学在籍時に、カイザー・ヴィルヘルム科学研究所の初代所長を兼任した。業績としては、オキシムの研究と凝固転測定器、沸転測定器の開発があり、オキシムの転移反応である、ベックマン転移、凝固転効果の測定に用いるベックマン温度計に名前を残している。130名余りの博士を研究室から出すなど、教育にも熱心であった。1853年に、ゾーリンゲンにおいて、染料工場を経営していた。ヨハネス・フリードリヒ・ヴィルヘルム・ベックマンの息子として生まれた。1870年に薬局の徒弟となって、アロルゼン、ブルクアンデルブッパー、ライプツィヒ、ケルンなどを転々とした。その後1874年に、ビースバーデンのカール・レミギウス・フレゼニウスの実験室に入り助手となった。翌年ライプツィヒ大学に入りヘルマン・コルベの下で研究を行った。1878年にジアルキルスルフィドの酸化性生物に関する研究で博士号を取得した。その後、ベックマンはブラウンシュバイク工科大学で毒性学者のロベルト・オットーの助手として5年間働いた。そして1883年にライプツィヒに戻り、コルベの助手となった。1884年にコルベの死後、後任者となったヨハネス・ヴィスリケヌスの助手となった。さらに1887年には教授に昇格した。ここでカルボニル化合物をヒドロキシルアミンで処理して得られるオキシムについて多くの研究を行った。そしてオキシムがニトロ素化合物の異性体であり、C=NO の構造を持つことを発見した。また1886年にベンゾフェノンのオキシムを塩化リンで処理した後、加水分解すると、ベンズアニリドが得られることを発見した。これが、ベックマン転移の発見である。1889年には、ベンズアルデヒドのオキシムが、新アンチの異性体を持つことを発見し、当時議論されていた、機械生体について新たな展開を示した。また1885年から1890年にかけて、凝固転測定器の開発を行った。ベックマンは1871年に発見されたラウールの法則を利用して分子量を決定することを考えた。当時は不揮発性の分子の分子量を決定する方法は他に存在しなかった。ベックマンは摂氏 0.01 度以下の微小な温度差を測定できる温度計を開発し、これを応用して凝固転効果の測定を行った。この温度計は、ベックマン温度計の名で知られている。ベックマンの凝固転効果測定法は、質量分析機が利用できるようになるまで、不揮発性分子の標準的な分子量決定法の一つであった。また、ベンゾフェノンのエーテル溶液に、金属ナトリウムを加えると深青色の溶液が得られることを報告している。これは、ベンゾフェノンケチルアニオンラジカルの生成によるものである。このケチルラジカルを発生させる、この方法は、エーテル系溶媒の脱水、脱酸素法として、現在でも用いられている。その後、1891年に、ギーセン大学の非常勤教授となり、さらに翌年には、エアランゲン大学に移った。ここでは、樟脳やメントールなど、モノテルペンについての研究を行った。この際、メントンの研究から反応中間体の概念を初めて考案した。1897年には再びライプツィヒ大学に戻った。1912年にはベルリンに招聘され、ベルリン大学の教授、及び新しく開設されたカイザー・ヴィルヘルム科学研究所の初代所長となった。第一次世界大戦中は、沸転上昇測定法による分子量決定法の研究などを行っていた。また、家畜用の餌として、キバナアルピナスの種の解毒研究を行ったが、自ら解毒用の水の味見を繰り返したのが下で、健康を損なった。1921年10月に引退。その後、1923年に悪性貧血のため70歳で死去した。ありがとうございます。